はい、こんにちは。ちょっとしたゲームの雑談でございます。まあ実況なんかでおなじみのさっちゃん、はるさん、D くんっていうね、友達3人の名前が出てくるんでご了承ください。まずね、最近私たちはこれをやってるわけです。さっちゃんとはるさんと私は。で、D くんは相変わらずアストロティアで大冒険してるわけです。で、この前2人でね、さっちゃんと3人ですかって言っちゃう。で、ドラゴンガイア行きました。ドラゴンガイアで倒してた。で、さっちゃんが抜けました。で、2人になりました。で、めぐみさんどうしましょうかって。まあ、なんか雑談だらだらしてて、これやりながらね。そしたら、最近いないっすよねって。みんなね、イカやってんだよね。イカっすかって。D くん今買ってきなよ。みんなやってるから。って言ったら、わかった。じゃあ買ってくる。つって、まあ、D くんはそこのね、任天堂ストアをポチッとして買ってきたわけです。で、その間これやりながらね、ダウンロードして、これみんなやりながらね、やってますよ。で、やりながら、ダウンロード終わって、めぐみさんじゃあ起動しまーす。つって起動したら、あれ？めぐみさんこれ映んないんですけど、もしかしてテレビに映さなきゃダメなんですかって、あ、これダメだからテレビに映してって言った瞬間、D くんが言った一言がこちらである。僕、Wii U テレビに繋いでないんですよ。これですよ。面白い。まあ、ライトユーザーの感覚というか、まあ、D くんはライトユーザーっていうか、まあ、ドラクエユーザーなんでね。ドラクエは何千時間っていうもうヘビーなね、廃人クラスでやってるんだけど、なんと D くんは、Wii U をテレビに繋いでなかったという事案が発生していて、要するにこれですよ。 Wii U ゲームパッチ、こいつで遊べてしまうわけです。 Wii U テレビに繋ぐ必要ないんですよ。まあ、ここと本体と無線さえ取れていればテレビいらないの。 Wii U 繋いでなくてもこうピッて入れてメニュー出てきてドラゴンクエスト10ピンと押せばもう完結すんのね、このゲームパッドで。だからなんと D 君はドラゴンクエストをやっているんで、Wii U をテレビに繋いでいなかったと。いやー、びっくりした。びっくりした。ちょっとは驚くよね。だって PS4 や Xbox One じゃさ、ありえない話じゃないですか。ほんと Wii U だからありえることで、なおかつそのライトなユーザーだからありえる。まあ、まあ、ライトっていうのもちょっと違う、ドラクエヘビーだからね、あれかもしんない、ちょっと違うかもしんないけど、すごくなんか面白いなと思いました。我々ゲーマーっていうかゲーム好きの感覚ではちょっと考えられないじゃないですか。本体繋いでない。毎日やってんだよ、ドラゴンクエスト。毎日やってんのに本体繋いでなかった。ちょっと面白いなっていう。まあ、そういうのも含め、スプラトゥーンは、だから Wii U のゲームは全部こっちで遊べるようにするべきだった。ゾンビ U っていうね、最初にローンチで出たさ、ゲームはここをすごくよく使っていたんで、そういうのはもう特殊例として、そういうのはありなんだけど、スプラトゥーンってさ、まあ、うまく使ってるよ、確かに。ここにマップ出るから、こう戦ってる、ここテレビの中で戦ってて、もう本当にずっと UAV が飛んでるかのごとく、こっち見ると敵の位置全部わかるんですよ。わかるんだけど、テレビからこっちに目を移すと、やっぱり視線がブレるから、エイムどころじゃなくなっちゃうわけです。こう、目を動かすとね。その辺うまくできてはいるんだけど、それもね、オフラインでさ、二人用で対戦したらさ、これとテレビの対戦になっちゃうんだからさ、これで遊べるようにしてほしかったさ。まあ、スプラトゥーンのレビューになっちゃうんでやらないですけど、それはしないですけど、まあ、面白い話だなと思いました。D 君が本体繋いでいなかったと。もしかして、皆さんの中でもいらっしゃいますかね。Wii U 持っていて、テレビに Wii U を繋いでいない。ゲームパッドだけで遊んでいるから、テレビに Wii U を繋いでいないという方ももしかしたらいらっしゃるんですかね。すごく、ああ、そんなこともあるんだなと。面白かったですね。面白かった。だからすごい Wii U っていうのは特殊なハートだなと思いますよ。特殊なハートだなと。そんなわけで、今ちょっとした雑談でした。スプラトゥーン面白いです。ドラゴンクエストは相変わらず続けています。バイバーイ。